だからスプーン取って3つ4つぐらい入れて、うん、毎日これやんないから簡単だけ、ね、じゃあ日曜日にやろうかな、うん、日曜日にガッてやって、ガッとやって、やって、君たちのランチにいつも、キッズのランチもそうです。キッズのランチももう最後の。そう。いいよ、だって、だってサンドイッチしたら、レタス、ロメインレタス2枚ぐらいじゃん。野菜そうだよね。あとトマトとかキュウリとか、ちょっとチップのものなのかな。キッズは多分、ちょこちょこドレッシング変えたりするかもしれないよね。サラダ好きだよね。大好き、うん、結構好きだから大丈夫かも、うん、みんなそれぞれのドレッシングが好きな、うん、違うの、ドレッシングがみんな好きなのが違う、あ、だからオイルがない方がいい、オイルとシュガーないように、うん、なんか隣でウサギみたいな人がいる、あれ、ウサギがいる、ウサギがいる、食べてるウサギがいる、向こうに最近毎日サラダだから野菜見るとこう一週間で前は全然ならなかったけど、あ、ね、最近野菜見ただから今から慣れたらすごく若い時に、そう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 、今野菜だらけよ、ね、今ね、野菜バイキングみたいになってるね、うちね、そうそうそう、ベジバイキング、ベジ